どうもマックス鈴木でございます。私は本日マスラオさんというところに来てるんですけれども、場所はですね東京の荻窪でございますね。はい、荻窪の駅から歩いて1分ぐらいのところにございます。何度か過去にお邪魔させていただいているお店さんなんですけれども、ラーメン屋さんですね。本日やるチャレンジなんですけれども、原点回帰とマックス鈴木原点回帰といたしまして、こちらマスラオさんにはですね7キロ制限時間50分というラーメンのチャレンジメニューがあるんですけれども、そちらにチャレンジしたいと思います。で、味がですね選べるんですけれども、今までに僕やったことのないエビ味噌というのをやってみたいと思います。制限時間50分7キロなので、まあいけるかなみたいな、僕の動画の中だと思いがちなんですけれども、こちらのお店さんではですねかなり僕失敗症を繰り返しておりまして、めちゃくちゃハードです正直こちらのお店さんのラーメンなんですけど、他の大食いの、ね、方もたくさんいらっしゃっておりますので人気店でございます。というわけで本日は原点回帰といたしまして、こちらのチャレンジメニュー総重量7キロ50分のラーメン、僕はエビ味噌でチャレンジさせていただきます。で、このチャレンジをやる意味なんですけれども、昨今ずっと、無視し続けたってわけじゃないんですけれども、もうちょっと綺麗に美味しそうに食べれないのみたいなご意見をずっといただいてるんですよ。で、いや僕はこういうスタイルなんでっていうのでやってきたんですけど、ちょっと最近そちらの方 に耳を傾けてみようかなっていうちょっと心理がありまして、そういう心境なんですよ最近。なので今回皆様にぜひこの動画でジャッジしていただきたい。果たしてマックス鈴木は、あ、僕よく言われるのが誰々みたいに、あ、ごめんなさい、なんでかっていうとよく言われるんです、誰々みたいに、誰々美味しく食べてたよ、誰々綺麗に食べてたよみたいな、ダメだねみたいな。今回ちょっとそれにチャレンジしてみようかなと。要は簡単に言うと、もうギャル曽根さんみたいに食べれるか。前にちょっと前か、八王子の松葉さんでもそのチャレンジやらせてもらったんですけども、全然できなかったとなので今回ちょっとできるのかな、7キロ50分でっていうので皆様にジャッジしていただきたい。なので、そちらの、感想をコメント欄の方にぜひぜひお願いします。それではこちら、マスラオさんで私マックス鈴木は果たして、誰々見たく、誰々見たく、美味しく綺麗に楽しく食べれるのかチャレンジしたということでございますでもね、その動向以前にマスラオさんのラーメンはもう美味しい確定してるんですよ。それだけはもう断言できます。スタート。はい、ということで今回挑戦させていただくメニューがこちらでございます。すごい、なんかエビともやしと具がパーいっぱいありの50量、もちろん器の重さを引いてあります。ガスン。はい、というわけで諸々の準備が整いましたので今から始めていきたいと思います。こちらがエビ味噌ラーメン総重量7キロ、制限時間50分です。で、本日の、やる意味でもございます。私は美味しそうに楽しそうに食べれるのかというところがね一番のジャッジになりますのでよろしくお願いします。おそらくですが美味しそうに楽しそうにの方は余裕があるんで途中から味変したりとか、なんならもうあれですよね、器も使わないぜぐらいの感じでいきたいですね。というわけですいません、オーナー。はい、じゃあカウントダウンいきますか。はい、お待たせしました。お願いします。で、50分ですね。はい、ステップ会員でお願いいたします。はい、失敗6点まで。はい、5秒前から、いただきます。5、4、3、2、1、スタート。さあ、いただきます。いただきます。まずはね、笑顔これ逆にバカにしてるだろうって言われないからね。よいしょ。今回なんか2種類の麺を入れてくださってるということでございます。うん、うん、エビ味噌うま。意外とあれですね、どの方向かと思ったら意外とすっきり食べれるんですね。うん、くどくないわ。お肉もいってみましょう。多分こういう感じなんですよ分かんないけど、プルプル、うめ、うわ、豚進化してる気がする。これ超うまい。あ、ありがとうございます。ポリッポリですね。ちょっと味変えますね。プルップル、ほんと超うまい。中央にもやし、エビみたいな、うまー。塩風味の和え物というか、うん、改めてスープを、あー、うまい。でね、今回ね2種類の麺があるらしいんですよ。どっかから半分で分からないですね。でもういきますよ、麺最初に。
その美味しそうに食べるうんぬんとかじゃなくても美味しいっていうね。うん、うまい、合う、上品な味付けなんで合いますね。この低カツイのこのプリパツ系のやつですね、いわゆる。うまい、初めてに近いです、これ食べ方って。おいしい。卵もね、こうトロトロな感じがする。黄身取れちゃった。うん、こいつはほうれん草ですな。非常に順調な滑り出しに感じてるのは僕だけですかね。うん、あ、すいません、ありがとうございます。このプリプリチャーシュー超うまい。うん、かぶっちょるから香りもいいっすわ。なんか今まで自分がやってきたことを全否定してるみたいで、なんかちょっとこれはこれ楽しいな。どうですか？めっちゃうまいっす。あー、励みになります。あの、そもそも正直はマジな時とかガチでは味わってないんで、本当に味を感じる。感じたら負けだと思って生きてきたんで、全然ちょっと感覚が上品なマックスだ。50分も果たして最後まで上品よ。さすがでございます。本当はそのやっぱラーメンって噛みちぎるとすごい言われるんで、でも効率いい食べ方はもう噛みちぎるとか考えてやってらんないんで、あれなんですけど、今日はもうそこを最優先です。皆さんね、家に進めるのが僕羨ましくて、うん、なんでもっと早くエビ食べなかったんだろうと思ってます今。それぐらい超美味しいです。勝手に僕の中でエビマイちゃん専用メニューみたいな擦り込みが入ってました多分。脳内で。いや
やばい、好感度下がる、やめよう、こういうことよ。バトル、いやエビが強すぎない感じですね、これね、ふわっと香る感じで、ありがとうございます。ちょっと卓上気になったのがあったんで、おろしニンニクルエビ味噌、おろしニンニク合いますね。合いますか。めちゃめちゃ合います。ありがとうございます。合うな、これめちゃくちゃ合うな。エビマヨさんが七味が合う。七味がやばい。七味、七味行ってみます。あ、一味。七味も意外に合う。あ、じゃあ僕はニンニクの方が好きです。いや、一応美味しいですけど、いや、味はやっぱはっきり言わないと。主役は見てる方なんで、あくまで僕はニンニクの方が好き。ニンニク最高ですよね。うん、何でも合いますね。このほうれん草と半熟卵はなんかポパイ感があってすごくいい。オリーブいりますか。オリーブいりますか。すげえ、ポパイのもうオリーブ、多分女の人ですよね、女の人。オリーブここまで拾ってくれるんですよ。オーナーさん、ありがとうございます。かなりね、的を絞った返し方ですね。あの頭の回転ですよね。そうですね。ポンって言われてポンって出るってやつですね。出てくる言葉がオリーブに出したらちょっとわからないね。パッと耳やるんですよ、パッと聞いて、みたいな。このデカ盛りで、はい、低下水の麺巻いて、はい、汁にビッタビタにさせて食べるとめちゃうめっす。
うん。ですよね。ちょっと低下水の麺がこの辺にちょっと若干詰まったぴょん。うん、ちょっと後で考えます。そっちの方が好感度取れそうだった。そっち最後ちょっとライスね。ちょっとライス。はい、ということでここで麺が半分ぐらい白した感じですね。でここからは縮れ麺。相変わらずうまい。このチャーシューは癒しだ。なんか本当にもうあの回復のスポットみたいなダンジョンの中の。なんかそれっぽいこと言えてる。オアシスやこれ。チャレンジメニューのオアシスですわ。
前回のチャーシューと違うくらい買ってもらえたんですね。全然違う。全然違う。全然違います。多分好みの問題だと思うんですけど、僕はこっちの方が好きです。うまっ。先ほどのプリパスと比べてこちらはより多分先ほどのものよりもスープが絡む形状だと思います。あ、もう文句なし、外れなし。でもすいません、こういう系のチャレンジングしているのにごめんなさいね、僕正直プリパスの方が多分好きです、このスープに関しては。こっちも重い、これ多分好みですよね。好みですね。もうこっちなんかね、やっぱスープがお上品な感じがするから、よりなんか上品さっていうか綺麗め系が立ってる感じが僕はするなと思います。私も味噌ラーメンを卵麺じゃなくてそのプリパスで食べてますか。え、美味しいですよね、プリパスね。美味しいぞ、うん、これ合いますよね、このベース、うん、でも確かに一般受けっていうか、まあメジャーなのは絶対こっちですよね。そう、うん、絶対こっち。もうこのチャレンジ中盤で思ってること言っていいですか。あの全然いつもと違うんですけど、これはこれで楽しいです。すごい思います、なんかそれを。これはこれですごく楽しいよ俺。乗り合う、乗り合うわ。家系ラーメンワンチャン超えるレベルで乗りが合います、これ。おっけい。1枚だけいただいてもいいですか。これ本当に美味しいです。あ、すいません、ありがとうございます。いや、これでも、あのね、冗談の時にマジで本当美味しいです。重量 7.4g に変更です。やっぱね、あれだから、下振れは許さんけど、上振れは嬉しいですからね、本当にも。ありがとうございます。
ますぎるこれ。ハードパンチャーなニンニクを。空気に触れさせて熱を冷ます。もぐもぐしてる時も無駄なく。いつもの俺っぽくなってる気がする。化けの皮が剥がれてる気がする。とても美味しいです。ちょっと気を抜くとすぐいつもの自分に戻っちゃうんで、そこだけ気をつけます。こういう。うん。うん。会話しながら聞けば食べ終わってるぐらいの感じが。最高。すごいよね。無限になるんです。久々のマダムの動きを大食いでさりげなくやって終わる。
え、もう食べたのみたいな。とても美味しい。普段の動画だとそれぐらいまで見たらもう死闘モードですよね。あのあと思ったのが、動画見直してみないと分かんないですけど、なんか前回食べるペース早くないかと思ってて。早い。なんならですよね。早い。俺じゃあ今まで無駄なことしてきたってことですか。保ってた。ギュって。会話をしながら、で、ちょっと一体ながらだから、どこまで食べてるのは効率がいいのかな。まあ、うちの料理なんてか美味しいのが一番の。編集では。いや、あの、多分7年、6年、7年間が、多分あの間違いだった瞬間だったかもしれない。うん、それは今ですから、間違いなくことないですよ。間違いなく乾杯しちゃいますね。喜べなくなるから。替え玉の料理。
やばいやばいやばい、今日はいや、正していただいた方が、ミスターマリックを目指しました、今一瞬来てますめっちゃこの方来てますよっしゃ、あとは多少の具材とスープだ。ネギに結構苦戦したぞ。あごに。なんで？キロ数ね、しっかり長くでしたもんね。はい。いや、見えます。あ、見える見える見える、全然見える。あ、そう、そうなのね。上に自動系のようにドカッて折れるようなイメージの7キロと表面上の7キロで、まあ、7キロ超えないんですけど、まあ、脱いだらすごい余計ではあるかもしれないですね。見えれば、この手元までも少なく、うん、さっきもなんかマックさんの動画見たで足玉ぐらい下げてた。せっかくだ。本当ですか。言っといてもらえれば、うん、この動画を見たで足玉サービスでございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。本当に、ね、この卵がめちゃくちゃ高い時期にすいません。
あざっ、すいません、すいません、あぶねえ、ムーブって言ったよ、本当に助かりました、マジでよかった、危ねえ、効果の下がるとこあった、危ねえ危ねえ、いや、マジで本当に助かってました、本当にありがとうございます。めちゃめちゃ優しいんですよ、本当に店主さん。見える。近いブリが回るのは簡易ボス。ダメだダメだ。素敵です。最後まで。本当ですか。見たことないです僕。
ことないです。大丈夫です。あもう、うん、おはようございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。いやー、ありがとうございます。やりきりましたね。食ったっす。いつもより水飲む量多分少ないっすね、僕。そう、あ、でもそこそこ飲みました。え、そこそこ飲みました。いや、そんな入れてないです。これぐらいから、うん、いや、もうめちゃめちゃ美味しかったです。とにかく、あ、ありがとうございます。本当に終始美味しくいただきました。本当最後まで麺もその変わってるのも良かったで、好きでしたし、もう具材もね、特にチャーシューとか、あとはやっぱエビラーメン特有のちょっと若干のざらつきが残る、かすかにスープ、心地よさとか風味とか全てが最高でしたというのがもう味の感想なんですけども、皆様いかがでしたでしょうか。ぜひご感想をコメント欄にお願いいたします。いや、もう全然なってないとか、いや、前の方が良かったとか、もう何でもいいんで。でも一応今回の意味としては、美味しく楽しく綺麗に食べれてたかっていうところがポイントなので、そこについてのコメントをお願いします。そして何より本当に終始優しくしていた、ありがとうございました。マジでパンパンは軌道修正できました。本当に次戻ってますもんね。本当に良かったです。できることじゃないですよ。そうなんだよ、そうだと思います。本当にありがとうございます。おぎくぼにありますマスラオさんよりマックス続きはお送りさせていただきました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、いや、あ、アブノーマルですからね。アブノーマルだよ。ここもなる